それと、まあもう一瞬ね、はい、よく言うならね、ピッチャーが取ってくれというそういう願いがこもってですね、はい、ファーストへのカバーの一歩が遅れましたよね。あ、なるほどね、森のね、いずれにいたしましても1、2塁間、田淵がそれをゴロを追いかける、森もちょっとベースカバーが遅れる、セカンドが取る、1塁に投げた時にはすでに2人ホームイン、ついに4対4、試合は振り出し。おっと、工藤がどうやらマウンドに上がるようであります。いやー、この大きなゲームで新人の工藤がですね、はい、そして指名されて、まあ本人は幸せでしょうでしょうけれども、はい、果たして大役が果たせるかどうかですね。三沢の時に代打で藤波が起用されておりますので、左の代打ということで、左のご当社出身です、もう名古屋ではおなじみルーキーの工藤。左の藤波が一度ピンチヒッターで起用されたんですが、どうやらまた代打の代打が送られそうであります。ということは豊田ぐらいでしょうかね。あ、石井ですか。石井が起用されました。さて、この工藤というピッチャーですが、落合さんは何回か対戦ありますか。いえ、一度もありません。そうですか、はい、そうでしょうね。ほとんど落合さんのところでは投げさせようもないと思いますが、ベンチでご覧になってた印象というのはいかがですか。いや、ごめんなさい、ベンチでご覧になってた印象というのは。そう、まだうちには一度も来てないんですよね。あ、そうですか、はい、私は時々見とるんですね、やっぱりカーブがかなりいいですよね。あ、そうですか、曲がる角度がいいんですね。はあはあ、それとね、その入りたての選手にしてはね、はい、度胸があるんですよ。なるほどね、まあこの度胸ということになりますとね、はい、私どもよく高校野球の頃取材に行きましたがね、はい、なかなか話し方も胴に入ってますしね。工藤は私は中学時代からよく知ってましてね、家がすぐ近くだもんですから、はい、腕が痛くなってどこへ治療行ったらいいんかというような相談を受けたことはあるんですが、はい、カーブは何しろもう抜群に良かったですね。あ、なるほどね。それで甲子園もそのカーブで行ったんですけれども、最近ストレートが速くなったというそういう評判も聞くんですけどもね、はい、しかし西本さん、大変な試合になりましたですね。そうですね、僕は、まあ、4点取られた時にね、帰ってこれでね、はい、1点2点その不足な攻め方をしないでね、ガンガン行ってね、はいはい、おっしゃってましたね、むしろその方がいいんじゃないかなという感じしましたけどね、はいはい、3回の裏に4対4、ついに同点に追いつきました。先手を取ったのがライオンズ、追いついたのがドラゴンズ、果たしてこれからの局面はどう出ますか。ツーアウトランナー二塁一塁です。ピッチャーは早くも3人目の工藤、ピンチヒッターは代打の代打の石井です。この時点においてすでにこの第6戦も先発投手の勝ち投手というのは出ません。記録は続きます。大きなカーブですね。そうですよ、一度浮き上がるようなそんな感じ受けますからね、はい、石井はまだピンチヒッターで起用されて3打数でヒットがありません。あ、大きなカーブが来ますんでちょっとタイミングを合わせづらいという。2-1 です。ランナーが2塁と1塁にいます。一塁にはラッキーボーイの上川、速い球で来ました。
まあ、あれだけの大きなカーブがありますね。川村さん、今のような、はい、130キロ台だと思いますが、はい、効果がありますね。そうですね、やはりかなり西武にお世話になってから、成長してますね。はい、本当に大事なところでのリリーフ役。3回の裏、ドラゴンズは大反撃であります。上川のラッキーボーイ的な活躍もありまして4対4です。姿勢同様に とにかくこの工藤というピッチャーがマウンドに上がる時にも大歓声で、バッターボックスで素晴らしいツーベースを打ちました。名古屋でいいところを見せました。マウンド上の工藤です。ドラゴンズのは4回の裏、1番からの高打順、田尾からです。田尾は今年3割5分を打ちました。残念ながら長崎には、負けてしまったわけで、ベスト10の第2位。三冠王の落合さんから、いや五冠王の落合さんから見て、このバッターボックス今年3割5分を打った田尾のバッティングはどんな風に映りますか？そうですね、やっぱりミートが非常にうまいですね。はい、ポイントがいいっていうのか、ほうほう、それとやっぱり左特有で三遊間に打つ遅れながらですね、はいはい、あれがやっぱり左独特っていうんですかね。なるほどね、シーズン中でもこのマウンド上の工藤の場合には、まあ、ショートリリーフという感じで使われているわけでありますが、ワンボールナッシングから2球目カーブ、ショートライナー。あるいは西本さん、もっとワンポイントぐらいのこの工藤の使い方かとも思ったんですが、打順がですね、はい、田尾、矢沢というところに回ってくるんで、ね、だからそこら辺りまで行かせようというそういう考えじゃないでしょうか、ね、なるほどね。もうあとピッチャーですね、はい、切り替えてもですね、好投を期待できるのは小林ぐらいというそういう感じですからね、はい、なるほどね。ですから大事に大事に持つところまで行かせたいというんじゃないでしょうかね、はい、こうなりますと川村さん、はい、西武の方は小林の使い方、はい、ドラゴンズの方は小松内島2枚ありますが、はい、その使い方、はい、これが一つの勝敗の大きなポイントになりそうですね。そうですね、先ほどからのブルペン見てますと今はやってませんけれども、はい、鈴木が念入りにやってましたね。そうですね、ということは鈴木も今日使う用意があると、はい、いうふうに私は感じておるんですが、いやそうなりますと明日のことを考えると、はい、先ほど西本さんおっしゃってましたね、はい、小松を残すのか、鈴木を残すかなかっていうことでしたよね。なるほど、軽快なフィルディングです。ツーアウト、なかなかやるじゃないですか川村さん、はい、ね、そうですね、寄ってたがって工藤をその攻めようとしているわけなんですが、なかなかフィルディングもしっかりしてますしね。そうですね、ピッチングの内容も落ち着いてますね今のところは、はい、だからこういうところでおそらくこの矢沢のところまでかという気もするんですけれども、はい、目下の一発ですね、はい、これはヒットぐらいでやはり止めてですね、一発だけを気をつけなきゃいけないという場面ですね。そうですね、今日は第1打席フォアボールで2回目がショートゴロ、従いまして16打席ヒットがないということになるわけです。すっかり当たりが止まってしまいました。目下に対しますマウンド上の工藤、
カーブに戸惑いまして空振り。いかにも少年らしい、まだあどけなさが残っております、このマウンド上の工藤。田村さん、ドラゴンズも最初は矢沢が当たってませんでしたね、はい、目下が大いに打ちまくった、はい、矢沢が打ち出した、はい、目下が止まると、ちょっとバランスが取れてませんね。そうですね、そのつながるというものがないですね、はい、でもドラゴンズは今年のペナントレースもそうなんですが、終盤に来てあと一つ負けたら終わりだぞというようなそういう場面でですね、はい、よく耐えてきましたよね、ですから今日のこのゲームも王手がかかっているわけなんですけれども、もう切羽詰まったところでなんとかかんとかやるんですね、ドラゴンズは、はい、これが2つ目のフォアボールでやります。2アウトながらランナー1塁で矢沢がバッターボックスに入ります。首位打者を2回取ったことがあります大ベテランの矢沢にマウンド上のルーキー工藤がどんなピッチングを見せますか、これも興味があります。この名古屋球場はそういえば高校野球の予選などではおなじみですからね、彼は。ああそうですね、それと去年までの矢沢のその活躍っていうのを工藤は地元でよく見てますからね。なるほどね。ですから、まあ、今1球目力んだんですけども、はい、この力みは当然だと思いますね、はい、2アウトランナーが1塁。まあそれにしましても西本さん、今日は出てくるピッチャー出てくるピッチャーがどうも感情ではないような感じを受けますね。そうですね、波乱含みで面白いじゃないですか、そういえば広岡監督がイミジクも言っておりましたが、この名古屋球場がちょっと狭いんで、4点ぐらいじゃとてもじゃないけども落ち着かない、絶対に5点以上は必要だということを言ってたんですが、3回に4点取ったらその裏ドラゴンズが4点返しまして4対4。近藤監督の方はピッチャーが3点に抑えてくれるだろうと、4点取れば勝ちだということを言っておりましたが、今現在は近藤監督の広岡監督の予言の方が当たっているわけです。少々打ち合いの様子を呈してまいりました。カウントはバッティングチャンスのワンストライク9ボール、一塁にはフォアボールのモッカ、まだ回は4回の裏です。高い、川村さん、はい、ちょっとモッカのあたりからボールが今度は多くなってきましたね。そうですよね、やはり力が入ってきたという、それと力投してますので、その腕に力がなくなってきたというところじゃないでしょうかね、はい、これを歩かせますとやはり交代ということも十分考えられますね。そうですね、今年の日本シリーズはよく2アウトからランナーがポーンと1人出てそれから点に結びつくというケースも多くなっていますが、フォアボールのランナーが出ています。名古屋球場の第1戦第2戦がちょっとあまり面白くないゲームだっただけに、この試合はファンの皆さんも喜んでますね、はい、西武行って、それからのゲームというのはね、はい、やはり両リーグを代表するチーム同士の戦いだなというような感じに変わってきましたね、
ー 2-3 です。アウトカウントは2つ。サインを送れば大石、1塁へ牽制です。甲子園の頃からカーブには定評があります。おそらくそのカーブを投げたいんじゃないでしょうか、はい、カーブ、あー、フォアボールです。あ、広岡監督もやはりベンチから出ました。まあ、西本さん、やはり矢沢まででしょうね。そうですね、もうちょっとつないでほしかったんでしょうが、まあ、左のバッターにね、はい、曲がる角度がいいんだから、もう少しその度胸を出して、カーブをストライクに入れなきゃいかんですね、はい、こうなりますと、今ブルペンで投げておりますのはこの41番、プレーオフの頃からすっかり話題を独り占めにしております、どうやら小林のようであります。小林が出てまいりました。西武の方は早くも小林です。